皆さん資料をしてください。それでこれ見ていただいたらですね、12月の19日に政府が拘束されて後藤さんであることの、まあ、確信したと。そして20日にもう翌日からですね、総理フィットネスクラブ行かれたり、21日にゴルフに行ってらっしゃるんですね。で、そして公務があって特別国会があって、年末です、12月28日にはサザンオールスターズのコンサートに行かれ、そしてその後ずっと六本木のグランハイエット東京にほぼお泊まりです。そしてフィットネスに行かれたり、で元旦の日は映画鑑賞され、そして2日にはまたフィットネスと映画鑑賞、そして3日には御手洗名誉会長経団連ですね、それから経団連の会長たちと茅ヶ崎でゴルフをされています。そして翌日も富士ホールディングスの会長夫妻と茅ヶ崎でゴルフされています。そして1日公務されて、また次の日はダイアナ・ロスのコンサートに行ってます。そして4日、公務されて、そして1月の10日11日と世耕官房副長官らと、これは箱根で別荘に行かれてゴルフしてるんです。翌日も別荘にお泊まりなんです。そしてその数日後に中東に出発されてるんですね。それで総理ですね、私は総理大臣が休暇を取っていけないというつもりはないんです。しかし12月19日からですね、危機、要するに結局あのアイシルの映像が公開されるまで、お二人の命の危険と、それから日本の国家としての危機は、総理が映画行かれたり、それからコンサート行かれたり、別荘行かれたり、ゴルフされてる、この間に事実としてです、これファクトを言ってるわけです。事実として危機はどんどんお二人の命の危険と日本の国家としての危険はこの間にぐんぐん上がってたという認識はございませんか。いかがですか。この間が大事なんですよ。安倍いかがですか。内閣総理大臣、まあまあ、細々と私の日程をご紹介いただきましたが、いわば総理としてですね、国政全般を見ているわけであります。そして私は前政権、第一次政権の時の経験から言ってもですね、総理大臣というのは心身ともに健康を保つことも重要な仕事である。そしてですね、基本的にはどっしりと構えてさまざまなものに対応していく。そしてさまざまなつかさつかさがあるわけでありますから、そうしたつかさつかさにおいてしっかりと対応していくということだろうと、このように思います。その段階では愛するということについてははっきりしているわけではありません。法人がですね、一時的に行方不明になるということは、これは日本国中でですね、いろいろあるわけでございます。そしてそういう中において、まあ、今回の危機対応においては、私がこういう行動を取っていたことによってですね、何か問題があったということでは全くないと、このように思うわけでありますが、同時にですね、こうした人質案件というのは1年2年3年4年と続く場合もあります。そうならばその間ですね、総理大臣は他のことに手がつかないということになります。